エマ・アンナ・マリア・グリアン・トレガロは、ソータ高トびを専門とする、スウェーデンの陸上競技選手。ヨーテボリ東部ベルフォン出身。2005年世界陸上競技選手権大会で、銅メダルを獲得する。また2008年の北京オリンピックスウェーデン、代表であった。2010年ヨーロッパ陸上競技選手権大会で、自己新記録となる2メートル01をマークして、 銀メダルを獲得した。エマは、スウェーデンのベルフォンに生まれ、母、マリア、父、レナート、弟、エリックの4人家族であった。2003年にギムナジウムを卒業、当時は、地元、ヨーテボリで開催される2006年ヨーロッパ、陸上競技選手権大会を目標に据えていた。2005年世界陸上競技選手権大会で、 自己ベストを更新する 1m96 を飛び、銅メダルに輝いた。2010年7月1日、エマはほぼ5年ぶりに、自己ベストを更新、1m98 を記録して、ソレントゥナグランプリで優勝した。そのわずか1ヶ月後の8月1日には、スペインバルセロナで開かれたヨーロッパ、陸上競技選手権大会にて5分間で2度の、自己ベストを更新した。 一度目の記録は 1m99、二度目の記録は 2m01 だった。これはエマにとって初めての 2m 大突破の瞬間であり、ブランカ・ブラシッチに次ぐ価値ある銀メダルであった。同月には、ヨーテボリで開かれたフォルクサムグランプリに出場 1m95 で優勝した。世界のトップレベルの高飛び選手でありながら、 スウェーデンの100メートル、200メートル、総幅跳びのトップ選手であり、三段跳べでも、スウェーデンの上位成績を残している。ヤニック・トレガロは、エマのトレーナーであり、2011年3月に、結婚し、夫となった。ヤニックは、総高跳び選手のカイサ・ベリークビスと、三段跳べ選手のクリスチャン・オルソンのコーチを務めた。いとこのニック・グリアンは、ロック歌手である。 突起しない限り、そう高飛びの成績、ありがとうございます。